RAB ハイカラオケ選手権大会は不定期で放送される青森放送のラジオ番組である。放送時間は日曜日の9時9時55分、16時17時、18時5分から19時のいずれかで設定されている。放送がある日は9時台もしくは18時台に放送の場合はレギュラー番組を休止、16時台に放送の場合は両平のラジオにおいでよ。 を短縮して放送する。競輪中継がある場合は30分間で放送されることもある。当期は原則として大会を含め番組は休止するが例外として正月に行うこともある。内容は一般出場者のカラオケ大会と地元を基盤に活動する演歌歌手の楽曲披露で構成される。青森県内で大きなイベントがあると開催される。 出場者も40代から60代が多く、演歌や歌謡曲が中心であるが、稀に自作曲で出場する出場者もいる。審査委員は、イベントの主催者サイドとゲスト歌手、そして青森放送の支局長クラスが審査委員長を務める。出展の見られる主な開催地とイベントである。最二歳義山三広報、広崎、広崎市、二千六年九月、 2014年5月25日、閲覧。小山産経平成25年度閉催行事のお知らせ。岩木さんのイベント情報。岩木山観光協会。2014年5月25日閲覧。県立足の公園金木桜祭り。広報御所が、わら、御所がわら二2009年4月15日。8ページ。2014年5月25日、閲覧。 新緑と岩肌とのコントラスト鮮やかに、日向和紙で白岩祭り、津軽新報。http コロンスラッシュスラッシュ www.shinpou.jp スラッシュパストパーセント20ニュース 2010-05-0525-html2014 年5月25日、閲覧2011.08-24 20回村海鮮んぶり、祭り、花火大会。 現地リポート、青森県商工会連合会、2014年5月25日閲覧。平成24年湯海村海鮮丼り祭り、大盛況、下風呂温泉郷、風間浦村商工会、2014年5月25日閲覧。第三0回安門祭、お知らせ、NPO 法人エコリパブリック白神 2014年5月25日閲覧。平成22年むつ桜祭りタイムスケジュールのお知らせ。むつ市観光協会。ライブドア。2014年5月25日閲覧。春よこいはやくこい。津軽半島観光アテンダントのブログ。アメーバブログ。2014年5月25日閲覧。2014市も起きた半島桜祭り情報。 グルリン氏も来た。下北観光協議会、2014年5月25日閲覧、ありがとうございます。